はい、危ないからな、危ないから下がってなしか。はい、はい、じゃあまあここで今日は新人教育ということで、はい、ホーム監視、はい、を教えていきたいと思います。はい、まあ、担当する榊原と言います。あ、鈴木です、うん、よろしくお願いします。鈴木だ。はい、出身は？出身僕北海道から来ました。北海道か。はい。ああ北海道と言ったらあれだよな、もう最近もね結構いろいろニュースもねあれ言うけども、はい、あのメロンがなこの間食ったんだよ北海道のあの夕張メロンか。夕張、はい、あ甘かったわね。ああやめたです。すいません。ごめんなさい、今日あの忘れてしまって白手。本当申し訳ございません。白手忘れた。申し訳ございません。何をそっとんだ。申し訳ございません、すいません。まあまあまあ、あれか。はい、あれあんだな、って6回行けば6回行けば、あ、6回、家に忘れてしまいました、すいません。何やってんだよ。申し訳ございません。まあ、いいわ、今日はなくてもいいけど、次忘れんだよ。はい、ああまあまあいいわ、よろしくお願いします、はい、じゃあ早速ね、はい、ホーム監視ということで、はい、教えていきます、はい、榊原。ああ、はい、2回目、はいと言います。はい、聞きます、はい。じゃあ次、蒲郡駅では、まあ、15分に1本ぐらい上り、列車やってきます。ああそうなんですね、だから次が、56分。56分、はい、はい、それ、まあ、担当してもらうからな。うん、僕まだ1回もやったことないんで、まあまあ、心配。やればわかる、やればわかる、やってみなきゃわかんねえ、はい、うん、じゃあ早速、はい、まあ、指導していきますね。お願いします。はい、はい、まあ、指差し確認、はい、指差し確認は90度。90度で伸ばす、はい、ホーム、よし、やってみろ、はい、ホーム、よし。あ、足りないな、90度まで足りないですか。ホーム、よし。あ、82度。82度、82度、うん、ホーム、よし。あ、120度。あ、90わかるか。水平線見たことあるか。水平線、北海道で水平線あるだろ。たくさんあります。はい、あります、あります。水平線追い出せ。水平線やってみろ、ホーム、よし。96度。6度はですか。90度、ホーム、よし。ホーム、よっしゃ。痛い、すいません、もうそろそろ肘が痛いです。何やってんだ、まったく。ごめんなさい、知りたいです。どうすんだ、こんなんやってたら。もうすぐ電車来ちゃうぞ。あとなんかそのこれ以外にもなんか他にあるんですか。停止位置よしってやるんです。停止位置よしだ、やってみろ。ちょっとそれが、やり方が。停止位置よし。あ、そこもちょっと伸びきってないんだよな、ここが。はい、指差し、指をまっすぐ伸ばす。指をまっすぐ、やってみろ、はい、停止位置よし。伸びきってない、なんか硬いんだよな、体が。硬いですか。硬い、力抜いて、肩の力。あ、はい、抜いて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 、やってみろ。停止位置、よし。うん、まあまあ、いい、いいだろう、いいだろう。よし、じゃあ、はい、そろそろ電車が来るから。はい、うん、ちょっと本当に僕できますかね。できるだろう、自信持て、自信、ここのホームのみんなの命をお前が守っていくんだよ。はい、電車に乗ってる全ての人、はい、駅にいる駅員全員のプライドを、はい、お前がここのホーム全部の責任を持ってると思え。はい、頑張ります。今までな、この会社無事故でやってきてんだ。はい、はい、無事故でやってきてるからな。はい、頼むぞ。足引っ張らないように頑張ります。ああ、よろしくお願いします。じゃあちょっと気持ち切り替えて、はい、やってみろ。はい、緊張するな。もう間もなく列車が参りますね。へー、リラックス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 。はい、頑張れ。頑張ります。鈴木、頑張れ。頑張ります。あ、来た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 。ゆっくり、慎重に慎重に慎重に。はい、行くぞー。はい、どけ。ホーム、よーし。助けてくんないんだ。よーし。よし、じゃあ飯でも行こうか。あ、はい、行け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 。一回もやってないです。行け。飯飯飯飯飯。90度。90度。びっくりした。こうこうだ。ああ、なるほど。はい。
死ぬよし違うだろう違いますか90度とおっしゃったので90度違う90度はちょっと待ってごめんなさいほんまに